はい、ヤッホー、皆さんこんにちは、吉尾茶です。イエーイ。はい、農業家のタブーかどうか知らんけど、プラウ2度返し2回返しちゃいけないよっていうね、タブーでもねえかなんですけど、もうプラウかけた後にね、やっぱり良くなかった。かけた後に堆肥撒いたりとかして入ったら、もう踏み潰されちゃって乾かなくなっちゃったんで、まあ、天気が良ければそのまま行けたんですけど、しょうけど、もう踏み潰しちゃったら、もう雨降っちゃったらもう乾かないわな、そら。こういううねうねっとして残ってるから乾くんですよね、これね。で、乾くからレベラーかけられる。うん。もうこれプラウかけたまま何もレーザーレベラー入れなかったらもう下の方になるんで、やむなくもう一回ひっくり返しをやってます。堆肥ね、だいぶ入ってます、堆肥が。で、まあ途中までやったんですけど、一応反対方向ね、こっちが最初にやった方向で反対方向やったんですけど、なんでプラウ二度返しがいけないのか。こういう風にこう地面の中にせっかく入った藁が、もう一回出てきちゃうんですよね。漬物みたいな感じでね、全然分解されてません。で、これをまたレベラーでやると、やっぱこう、普通のプラウ1回のところよりも、こう、2回はけてる分、こう、表に向いてるところが多いかな、やっぱり。で、これをレーザーでレベラーでかき混ざしちゃうと、こう、引っかかって、うまくレベラーはけられない。ということで、まあ、困った。少し時間をあげて土作りするんだったら、まあ、何回返してもいいかもしれんけど、まあ、プラを2回かけるっていうのはやっぱりダメかな。もうちょっといい感じに腐ってきてるところもあるんですけどね、こういう感じ。困ったけど、これひっくり返されないことには乾かないしね。っていう感じ。やっぱり堆肥はプラをかける前ですね。本当にコメントくださった方にも本当におっしゃる通りですね。そもそもレベラーで堆肥の後でやったら混ざるよ、偏っちゃうよっていうのもアドバイスもいただきましたし、これは失敗しましたね。まあいいや、少しだけまあこれかけていこうと思います。ちょっと今日固定する機械なんで手で持ちますけど、揺れるね。おい、そりゃそうだよね。一回ガタガタになってるもんね。キュッと返る瞬間かっこいい絵になります。おし、おお、やべー。
変、まあ大変。うわあ、というわけでちょっとすいません、ひどい動画ができてしまいました、すいません。ひどい動画ですよ、そのままアップしますんで、よかったらご覧ください。バイバイ、よしお茶でした。どうしたもんかな。バイバイ。